はい、というわけでタイガーの尖ってる人に聞いてみたー。始まりました。第1回というわけで、はい、ということで今回はですね、コープ札幌の長谷川さんに来ていただきました。はい、長谷川です。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？ね、今日はです、僕の自己紹介ですね。一応ですね、今独立して3年目のプロフェッショナル CIO みたいな肩書きでやっておりまして、まあ、コープ札幌を中心にですね、ちょっと他のところの CIO とかアドバイザリーとかやりながらもう3年。はい、あと某お宅の関連会社のさとみさんっていう人いるじゃないですか。ネックスモードのね。そう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 、はい、まああの人ほどはじゃないですけど、僕今2拠点生活で、まあ、北海道と東京と、はいはい、北海道7、東京に沖縄1ぐらいな感じで急に出てきましたね。はい、さとみさんなんかね、9が自宅街で、まあ、1が自宅っていうね、嫁さん怒っとるやろっていう、あんな前では言ってませんけど、まあさとみさんの僕尊敬してますんで。あ、なるほど。僕は嫁に言うんですよ。いや、さとみはなって言ったら、あの人は別でしょ。もう子供みたいな。普通のあいつがなって、あの人は別でしょみたいな。まあ、そんな感じで、嫁のちょっとね、題材として、さとみさんの名前使わさせてもらってますね。よそはよそ、はい、うちはうちで、なんかそういうふうに言われますな。小学校あるみたいな感じで、やってもらってますけども、うん、最近そうですね、なんか気になってることとか、なんかいろいろありますか？なんかすっげえ雑な振りましょう。気になってることはね、やっぱり今ね、5月、まあだからこの3、4、5でいくと、やっぱチャット GPT の威力ですね。はあ、あでもそうですね、やっぱり世間的にもすごい話題になってるし、やっぱり IT 界隈でもいろいろやってみたみたいなの結構多いですよね。そうなんですよ。やっぱり、ね、僕はちょっと思ってるのが、今ま、まあ要するにこう、インターネットが出てきた、スマホが出てきた、での次にチャット GPT、まあ、つまり今生成系の AI が出てきたっていうちょっとそれぐらいの威力あるんじゃないかなと思って、はい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 、でやっぱりね、何が威力あるって、今回自分も知ってるでしょ、チャット GPT。 知ってます。で、あと Facebook だ Twitter でやってるのは非エンジニアの人が多いんですよ。うちのゴールデンウィークに帰った時に、うん、なんか父親からチャット GPT ってやつあるらしいなみたいな、使い方教えてくれって言われて、今までなんやかんやで AI でね、 Amazon だみんな言うてても、エンジニアがちょっと触ってみたってブログ書くので、非エンジニアの人ってなんかそんなの知らんかなみたいになったのが、うんうん、今回は、ね、非エンジニアの人が一生懸命やってるというところが、やっぱりここムーブメントの大きさを感じますね。確かに、なんか本当に身近なものとしてだんだん広まってきたところはありますよね。はい、めちゃめちゃあります。であれね、なんか例えばなんだけど、僕は今回小樽商科大学っていうところが北海道にあるんだけど、はい、そこでちょっと講演をした時に、まあ、コープの経営陣も来てたんだけど、はいはいはい、コープってね、課題図書があるのね。で、課題図書を幹部は読んで、それでそれを作文というか感想文書いてこいっていうのってあるんだけど。へー、そんなあるんですか？あるんですよ、あるんですよ。でもそれ終わった瞬間に、その理事長が感想文はもう今後一切やめると。これなんでかというと、俺が、いやね、皆さん、うちの息子もね、橋でメロスの感想文を書いてくれと。はいはいはい、で、ビヨーってね、あれ、チャット GPT、これね、見てる人、使ってない人いると思うんですけど、結構ね、細かく指示できるんですよ。例えば、4000文字で書いてくれたら4000文字になるし、で、書いてくれ、わー出たら、まあ結構難く、大人の文章で出てくるんですよね、最初。あ、そうですね。なんとか、本当に難しい色の文章で。そう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 。で、それを小学生が書いた風にやってくれって言うと、小学生が書いた風にブワー書き直すんですよ。すごいですよね。すごい、すごい。だから、もうこんなんね、何でもこう、作れるんですよって言うたら、まあ、理事長やる気なくして、みんな今度から絶対これで書いてくるから、課題図書はなくすと。すごい、それは楽になっちゃいますね。まあ正直ね、従業員めっちゃ喜んでました。やったーみたいな、長谷川よくやったみたいなね。そんな感じで、それぐらいなんていうの、非エンジニア人に対してもちょっと会社の今まで伝統的なルールやったものを変えるぐらいに、うん、まあ、これ一例ですけどね、その感想文がなくなるのが一例ですけど、まあそれぐらいのインパクトがあるのが今回こうチャット GPT ちゃったなというふうなところですかね。でもなんかプロトタイプエンジニア、プロトタイプエンジニアプロンプトね、プロンプトエンジニアリングとか、うん、プロンプトですね、このプロンプトデザインプロンプトエンジニアリング。はい、いやでもなんかすごい、なんですかね、書き手側もすごいでも試されるじゃないですか。なんか思ってたやつと全然ちゃうなみたいなの出てくるのめちゃくちゃ多くて、私自身、うん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 、なんかどういうのを気をつけてればいいんですかね。やっぱりね、僕らの脳みそはね、ググるっていうのに、こう何か知りたいときにGoogle、はい、で Google の、まあ、いろんな記事ある中でどれかに答えが載っているっていうのの固定観念をね、まず捨てないといけない。あ、知りたいことを聞くんじゃないんよ、作りたいものを作る。これがね、生成系 AI なんですよ。
大きく違うんですよ。難しいですね。だから答えを求めるわけじゃない。例えば走れメロスの感想文を10人に関しては10人全員違うの書くやん、はい、だから感想文に正しいにもクソもないわけ。でもその走れメロスの謝罪文じゃ感想文を、いつも謝罪してるから謝罪文出てる。バカ野郎とりあえず謝っとかなんかね、そうそうそう、なんかそういうので先生なんで正解を求めるんじゃないっていうので、みんなの正解を求めて自分の詳しいところを聞いてしまうじゃん、うん、でな自分詳しいからそれは違うっていうふうに書いてる人いるじゃん。バカバカ、うん、使い方分かってない。だからそういうのを知りたいんじゃなくて、正々で、例えばさ、自分結婚披露宴出たことある？あ、兄貴のやつだけある。兄貴のやつ、なんか喋った？喋ってないです、うん、で、いきなりさ、今度なんか友達のさ披露宴で、はい、なんか私結婚すんの言うて、じゃあ友人代表で喋ってって言われるやん、はい、まあ、仮に10分ぐらい喋ってって言われて、はい、10分の披露宴での喋り作るのめっちゃ難しいよ、はい、慣れてへんから。確かに、何喋っていいか分かんないですもんね。で、今までなんか本買ったりとかさ、ウェブのあれやってんけど、もうチャット GPT に結婚友人の結婚式の、披露宴で喋るの10分のスピーチを考えて、友達の名前は例えば田中美佐子です、はいはいはい、その子は幼稚園の時に知り合ったなんとかです、でその子はギターの演奏が得意なんですとか、そういう基礎上をペロ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 って書いてポン押したらビワーできるやんね。これね、今ねデモでやりたかった感じなんですけど、ほんとうまく出てくるわけ。一回やりましょうよ。あ、いいですよ、よろしいですかな、はいはい、じゃあちょっとですね、見てる皆さん、これ文字わかるかなと思うんですけど、おもるね、披露宴でのこう祝辞を教えて、以下の条件で小祖に勤める5歳下の新郎の田中君に向けて、奥様の夏子さんはギター演奏が得意なので、それも入れて1分で、もっと情報量入れてもいいんですけど、例えばこれでいってきましょう。こっちこれ、読者というか視聴者の人見えてますかね。皆さん、お祭りあたれてありがとうございます。今日は素晴らしい一日、そして私たちの新郎新婦、田中信子さんの時の昼と うどんよりのうどんより喜びを感じております。田中君、君が勝者で継がっていた、精神力、協調力、なんとかなんのに、何やりたいって。全然喋れない。自分の彼らスキーダーシッパー、家庭なのに、ジャニーさん、そして、ナクさん、あなたのギター演奏は私の全てを魅了しています。あなたの情熱と実力のあるであり、これからのなんか資質が新たな人生の旅だでしょう。ね。これ、もうこれでええやんと、まあ、こういうことなんですよ。はーはーはー。これもう要するに10分間、これ1分スピーチだけど10分のところを変えるの、もう要するにめっちゃ時間かかる。それは慣れてないから。こうね、もう毎週のように祝辞やってる人やったら、はい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 ってボワーいけるけど、人生にあんまりやらんことあるじゃんね。俺からするとそういう祝辞もせやし、まあ、例えばその始末書とかね、はい、あんたいっぱいあると思うけど、ないですよ、普通の人間はあんまりないわけ。優秀やからそんな書いてもないです、うん、あと微妙なのが、はい、そうそう、取引先からさ、なんかこういう取引の社長から、なんていうの、今度会食でもやりましょうとかなんか来た時に、いやなんか行きたくねえな、でもなんか無限に行きたくないねんとは断りるのもあれだけど、なんで書いたらいいみたいな、はい、あ、確かに断るやつ難しいですもんね。これもね、めちゃめちゃうまく書いてくれるんですよ。取引先からのメールを書いて、はい、それに対しての返事を書きたいです、無限に断りたくないので、やんわり断れるような文章でお願いしますとか、でさ、何日が何日がっていうふうに来たら、じゃあ別の日程どうですかって来る可能性もあるじゃん。確かに確かに。だから別の日程でもダメな理由も書いて、断りのメールを作ってくださいっていうふうに書くと、ええ感じで書いてくるんよ。ね、なんか断るとか、そのネガティブな表現考えるのめっちゃしんどいですもんね。しんどい。なんかね、うん、なんか別に傷つけたいわけでもないけど、そう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 、慣れへんからね、慣れへんからしんどいね。そうなんですよ。で、あとちょっと普通に企業でも使えるっていうふうなところでいくとすると、例えばアイデア出しっていうのも日本人結構苦手じゃんね、はいはいはい、アイデア出しも結構よくってね、例えばこうフードテックについて議論しなければならないポイントを教えてください、で1番2番ずっと来るのね、安全と食のなんとか性とか持続可能性とか、うん、でほっとくとこれって今これちなみに止まったけど、続きと押すと次がベーと出てくるわけなんだけど、はいはいはい、でまあ7個8個9個で10個もっと出てくるけど、まあ、10個くらいでいいとして、でもっと出してって言ったらまた出して20個も30個も出てくるのね、まず、はいはいはい、それでもいいと。しかしながらフードテックなんだけど、俺は
上記の内容でカレーチェーンに関連するフードテックだけに絞ってってピコッというふうにやると、カレーチェーンだと今まで持続性がどうとか言ってたのが、オンラインの注文がどうするとかね、カスタマイズとかパーソナライズとかデータマーケティング、エンゲージメントって、これフードテックの中でもカレーチェーンに寄ったのがボーンと出てくると。だからで帰ってきたやつに対して、いやそういうね、なんか広い意味じゃなくて、もうちょっとこの辺りにフォーカス絞りたいねんって言ったら、それでまたリメイクしてくれるというところも、あのこれすごくよくって、まだなんか新規事業担当の人がさ、この新規事業のなんかネタを考えてこいやとか言われるじゃん、はい、これで一発ですよ。そうですね、まあ、とりあえず広めに聞いて、もうちょっとここ深掘りたいなってところ、ここやってくださいって言ったら、そうで、これって続きがしたら、まあ、僕も前やったんや、某社長のとこにね、フードテックの扱いちょっとあれなんで、フードテックの何をしたいんって、その時って相手方も何かよく分かんないんだよね、はいはいはい、分かんないけど、とりあえずそういうディスカッションネタ持ってきてって言ったら、これでぶわー30個くらい上げて、あ、一応持ってきましたけどって言ると、なかなかやるじゃんから、この30個もお前ひねり出してきたみたいな、もう俺じゃないけどなって心の中で思うから、でもまあそう、最初から考えなくても、その30個の中で、いやこいつは関係ない、よしこいつを深掘りしようって言ったので、あのファイナライズをしていくののネタ出すとかにもね、これも最高にいいんですよ。結構なんか壁打ち相手とかにもいいっていう意味、壁打ちいいっすね、壁打ち。あと、よく上手い人が使ってるのは、これね、微妙にね、点数つけることができる。点数ですか？例えば、10点満点中何点かっていうのもつけることができる。どういうやつですか？うん、まあ、例えばだけど、この長谷川秀樹は、CIO として、10点満点中何点、送る前に何点やと思います？8点。8点、その心は。いや、まあそれぐらいの、でもね、これちょっとね、変えて、あー、うん、ところがね、はいはいはい、あ、まず断ってから、ただお前が言えと言うたからやるけどなっていうのが、この GPT の世界であるんでね、忘れもできません、長谷川氏の具体的な、そうですね、そうですよね、これね、どういう、や、ゆかりを、札幌で知り合いをしていた、さあ、これだったら、しかしながら来ましたよ。よし、できますと。特に重要だと言えるでしょう。それにもかかわらず。なるほど、具体的な数値評価を提供することって数はありません。あ、そうか、これ前は、はい、あのとはいえメルカリや東急ハンズで CI をやっていたということからすると、8点ぐらいでしょうって書いていたの。じゃあ私が点数何点やと思いますかって言うと答えしてはったんですか。なんやその顔ね、どこ、佐藤さんのとこいるんですけど、うん、めちゃめちゃニコニコしてました。そうそう、まあ俺が言いたかったことはね、ちょっと、はい、あの情報が足りなかったら点はつけられないんだけど、はい、例えばある人がやってたやつの中で桃太郎の話あるじゃん、はい、どんぶろ記事と、まあ桃太郎本人と記事と、猿と犬かな、はいはいはい、で桃太郎の小説まで読み込ませるわけ、はいはいはい、でそのリーダーシップ論のとして、はい、その4人のうち10点満点中誰が何点で、その理由も教えてって言ったら返ってくるわけ。こいつ何点、なぜならこういう行動を取ったから。
こいつなんてなぜなら何もしなかったからって、例えばね、まあ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 、そうだからね、点数がつけられるっていうのは、ね、今回の面白いんでさ、点数っていうとさ、これまたよくわからん人ができ、それ正解な合ってんのとか間違ってんのって言うけど、俺たちもさ、人の評価の点数適当じゃん。まあ確かに、まあ大体こういうことやってくれたから、まあなんていうかな、人事評価でもさ、5段階じゅーん、こいつはよう頑張った4点とか、うんうん、こいつ普通3点とか、そんな感じやんね。だから合ってる合ってない議論、まあどんどん出てくるんだけど、このね、評点が、あのチャット GPT やるとこれも面白いんですよ。まあやっぱりどう、なんでその点になったかっていうのを人間よりも多分言語化してくれやすいですもんね。その通り。で、あの例えばあのジョージ・ソロスと2018年だったらジョージ・ロースはどの株に突っ込んだでしょうかと。で、ジョージ・ソロスとあのウォーレン・バフェットはどうですかと。で、あなたがウォーレン・バフェットだったらジョージ・ソロスの選んだもののに評点は何点つけますか。で、その理由も教えてください。それで、その逆もまたやるとか、そういう中でね、評点をどん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 作ることができたりするの。まあ、あとはその投資会社のところの中の議事録を全部言いまして、4人のメンバーで投資してるんだけど、だいたい質問するじゃんね、ピッチがあった質問する、はい、で、みんな偏るわけ、基本的に最終的な株価のバリューはいくら目指してんのってことばっかを気にする人とか、はい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 、あるいは別の人はその事業って本当リスクなんの、リスクなんリスクばっか気にする人とかもあるわけ、うん、で、チャット GPT に投資を行うにあたって、そのラウンドとかね、いくらからいくらのどれぐらいのサイズの投資に行うにあたって気をつけなきゃならないことは何ですかっていうのしたら30個ぐらい、まあ10個でもいいんだけど、ずっと出てくるじゃんね。その10個に従ってこの4人の、まあ、議事録を見て、この10個中誰がそこのにストレングス強くて、誰がそのこの項目弱いかっていう評価点をつけてくれっていうふうにするわけで、その4人からするの一番弱いところ4つっていうのはチームとして弱いから、ここは俺たち気をつけていこうぜっていう使い方にする。ああ、なるほど。で、こいつはやっぱりこの辺をね、聞くだろうなんだろうっていうふうなところが点数化をしてくれることによって、文字から点数化してくれって、そうすると自分たちのその行動もより良くすることできるっていうね、ことがあるわけ。だから点数化ね、みんなあんまりしてないと思うんだけど、これ結構面白い。うん、確かに第三者から見た観点とかで言ってくれるから、確かに。そう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 。改めて自分たちにも気をつけたらダメやなってなりますもんね。そう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 。面白いですね。そう。だからね、チャット GPT、さっきのまあ謝罪文書とか、まあああいうまあしょうもなくないんだけど、なかなか書くの、まあ広報とかもちょうどいいんよ。そうですね、 PR 文とかね、やっぱりそういうもう事実だけペン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 と書いてポチッとしたらドーンとできちゃうから、はい、うん、だから生成もいいし、あと評点っていう風なところをもっと使っていくのもいいし、うん、なかなかね、あの使いどころがな満載なんで、ちょっとみんな面白がっていろいろやってはると、まあそういうことなんですよ。もうどんどん使えば使うほどやっぱりだんだんコツつかめてくるから、もう本当にそこはエンジニアであるエンジニアでない関係なく、どんどん伸びていく範囲になるんだと思うんですけど、こっからちょっと話変えて、なんかビジネス的にどうやってなんか活用していくのかみたいな話とかあると思ってて、うん、なんかそれこそなんですかね、チャットボットとかの回答、チャット GPT とかで回答させるようにするとか、それこそなんですかね、なんかお客さんから来た批判の文章を一回その読みやすい、心が綺麗な状態に読める文章に変えて、でまたお客さんに対して綺麗な文章を直すとか、そういう使い方とかもいろいろあると思うんですけど、なんかどういうので使ったら面白そうやなとかありますか？まあ、例えばなんですけど、ちょっとこれは中身そのままあれなんでね、あなた見えると思う、ね、これホープ札幌で、これ要望点なんですよ、気づいたこと、うんうん、っていうのがうわーっとまずね、これも完成形だからさ、はい、関係者からの回答文が完成されたもので、一番最初ここしかないわけ、うん、お客さんからこういうことを言われましたっていうアンケートみたいなのがわっさーっとあんねんな。で、例えばお客さんなんですね。お客さんです。まあ従業員の場合もあるし、お客さんの場合もあるしね。で、例えばこれ適当にちょっとここまでこうコピーって、うんうん、そしてチャット GPT の方にこう入れて、以下のアンケート結果をカテゴライズして、ベラッと、うん、こうベラ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 と書いたね、はあ、カテゴライズ。あ、でそれでよりあれですもんね、似たようなやつガシャってやったらどこ一番解決しなあかんかとか。そうで、これカタログ別しますって、これ15個カテゴライズするじゃん、はい、で、あのアンケート結果で多かった
順に並べてください。順番に並べるからセミセルフレジのカゴの扱いの要望改善が一番多かった、うん、ほんねったらこれから一番やらなあかんやないかいとかね、うん、今まではこれさ10個20個アンケート結果だったら、はい、自分が見てあこれはポスレジの話、これはなんかあのサービスの話とかやったけどこれさ1000も2000も3000もあったらやってられへんやん、うん、だからそういうのは全部ここに叩き込んでカテゴライズしてどれが一番多かったとか、うんうん、まあ、あるいはそのめちゃ半分の人もいればさなんかめちゃめちゃ書いてくる人もいるところを、あのだから例えば500文字以上のアンケート結果については100文字に要約しといてとか、うんうんうん、まあ、そういうのいっぱいうわーと書いてどんどんなんか仕込んだら一気にできると、うん、改善点が本当見つけやすくなりますよね。そう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 。だってまあ実際ね参考もあったらまあ見てない企業もいると思うんだよね、多すぎて、まあ、見れないですよね、うん、見られへんわと。しかしながらこういうふうにこう要約してくれたら、まあ、いやもうじゃあ一応全部見ました、上司に報告するにもレポートするにも、うん、全部見てこうでしたっていうふうにこうやることができるじゃんね。確かに何件ぐらいありました分一緒に出してくれって言ったら出してくれますしね。おお、その通りその通り、全くその通りで、そのカテゴリー別の件数も出してくれって言ったらカテゴリーに横にこれは13件ありました、これ8件ありましたっていうふうにこう出てくるから、うんうん、これはねすごくいい使い方かなというふうに思いますね。まあ、あとはね、例えばなんだけど企業の人ってこうスプレッドシートよく使うじゃんね、はい、なんでここ例えばスウォット分析の強み、スウォット分析の弱みとかあるわけ、脅威とか ね, ね、うん、要はあるやつで、ここはちょっと今コメントアウトしてあるものをちょっと戻すとですね、これ単純に今イオンのスウォット分析の強みを7つ教えて、あ、エラー、残念、残念ですね。これ1日今3時間で25個かな制限があるんで、はいはい、あ、エラー、残念ですね。だから一応止めといたの、まあこう出てきてね、うん、でここにあとはイオンとかアップルとかホンダとかブワー書いてコピペしたらブワーって相当分析できるわけ、はあ、で、まあこういうふうスプシにまとめたい人とかねいると思うんだけど、今までググってはここにコピペとかしてたところが、はい、まあ、いきなりスプシに出てくるとかですね、あとはもう 人口はとかいうふうなところも、まあ、これもちょっとさっきエラーだったんで出てこないと思いますけど、ほっといたら全部ズカー出てくるっていう風なところで、一個一個調べなくていいよっていう風なところとか、要するにスプシに呼び込む直接、うんうんうん、このやり方も一般的な企業人によってはすごく使いやすいやり方になるんじゃないかな。なんか本当共有しやすくなるのは本当便利ですよね、うん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 、あとなんかやっぱりそれこそ他社比較とかなんか競合他社をやっぱり比較してみましょうみたいなところを調べるってなった時でもすごいやりやすいなって今話聞いて思いました。やりやすい、だからちょっと普通の人たちがやってほしいね、こういうのエンジニアというよりは。確かに確かに。経営企画の人とか広報の人とか、うん、ちょっとそういう世の中に転がっている、まあ、情報を持って何とかする仕事が多い人は、まあ、いいんじゃないかなと、うんうん、よりいいんじゃないかなとちょっと思ってる感じかな。なんか確かにそうですね、なんかポジションによってもあこういう使い方あったんやって他業種の人が気づかなかったとこ気づいたりするじゃないですか、うん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 、そういうのを何ですかね、そこでとどまらせずにこういうのやってよかったですとか、それこそ SNS やったりとかで結構発信とかしてくれたら、もっとなんすかね、全体的になんか世界全体的にやっぱり使い方がどんどん上手になっていったら、もっとやっぱ面白くなるんじゃないかなって思いますよね。そうなんですよね。で今もう皆さん詳しい人は知ってると思うんですけど、プラグインっていうのが出てきてですね、はい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 、データベースはこの例えばプラグインのところでいくと見えますかね、食べログのデータを使ってできますよとか、うんうん、だから食べログデータベースの中から、はいはい、例えば家族で行って美味しくって、なんか地域はどれくらいで日曜日も空いててなんとかかんとかとか、まあ、予算大変とわー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 言うてもそのままバーンと出てくるような、うん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 、これはね始まったばっかで、ちょっと僕もやってみたらまだちょっとそのデータ連動のところチューニングがもうちょっとやらんといかんかなと思うけど、はい、例えば多分さ、うん、そうだね、ちょっとチャット GP どこまで頭がよくなるんかわからんけど、うん、まあ、東京でいうところの国道246号線沿いのところでとかいう書き方って食べログの検索にはないじゃん、住所しかないから、246沿いでとかちょっと食べログの検索順位でないところでも行けるんだったら、まあ、もうちょっとこう使い勝手がね良くなるんじゃないかなと思って、今日本だとプラグイン食べログだけ出てますけど、これは他にもどん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 こう出てくるとより面白いことになるんじゃないかなと思ってね。
個人的にすごい思うのが、なんか賃貸探すときにチャット GPT 賃貸は半端ないね。めっちゃ慣れたらめっちゃ嬉しいのになって思って、あの情報をちゃんとみんな出してくれるのであれば賃貸半端ないね。あの検索もいろいろあるもんな。ある。めっちゃ家探すと苦労しました。ある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 、わかるね。なんかやっぱり思ってる条件とかって全然なんだろうな、なんか人によって違うけど、違う。でもあ、やっぱりこういう条件出されて、あ、もうちょっとこうしたいよなとかって、やっぱり不動産屋行って不動産屋さんと喋るのと一緒で、なんかそれも対話して探せたら一番最高ですよ。確かに確かにね。あれも本当設計図情報しか載ってないしね。あと路線の駅からね、5分以内とかなんとか、そういうのないから、もうちょっと微妙なね。うん、だから線路がこうこうあって、俺歩くの平気やから、この辺がええねんとか思いながらも、この辺歩くの20分かかってもどこでもええけど、ここをええやん、絶対ええ年でって、どうやってしたらいいのみたいなね。うん、そうそう、そういうのもいいかもしれんね。ちょっとどなたかうちの会社がやるかもしれませんけども、うん、なんかサービス作ってませんね。そうですね、クラメソエンジニアがそんなのどんどん作ってみたらね、めちゃめちゃ、ね、面白いんじゃないですか。うん、はい、というわけで今までいろいろお話聞いてったんですけど、はい、最後に、うん、このシリーズではやっぱ最後、次のこの人に話聞いたらおもろいんちゃうかみたいな、尖った人を聞いて、カモリ方式ですね。あ、言うたらあかんない、音楽言うたらあかんですね、うん、これはそういう方式でちょっとあの紹介制ということですね。そうですね、続けていければと思ってて、友達の形式ですね。いや、でもやっぱり友達たくさんいらっしゃる長谷川さんは、やっぱりおもろい人誰紹介しはんねやろな。そうですね、じゃあ僕がですね、今日から2ヶ月ぐらいで10キロを痩せる決心をさした男。おぉ、2ヶ月で10キロってやばないですか。いや、それぐらいやります、やる男ですよ。あの、それは、じゃあどこで宣言して、どっから、私らどうやって情報ったんですかね。いやいや、じゃあお前がなんか、なんどうやって知らんがな。Facebook のもう上げてきますが。じゃあ、話をこそっと。そうそうそう、いやの、まあ、きっかけとなった、秀樹小島という男がおりまして。出ました、小島さん。あいつがまたよう痩せよったんよ、ほんまに。痩せた話聞くみたいになるから。ほんまに。だからちょっとぜひ彼を紹介したいかな。 ありがとうございます。じゃあ、うん、次回はじゃあ小島さんにちょっと打診して、うん、お話聞いていければと思います。そう、俺が何も売っといてるから、あ、よし、頼むよと言って、ね、いいパーソナルトレーニング教えてそっち、うん、言うといたら言うといたら、うん、ありがとうございます。じゃあそれ期待して待っております、はい、というわけで今回は長谷川さんにお話聞いていきました。ありがとうございました。じゃあねー。